こんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、手裏剣戦隊ニンニンジャーの手裏剣合体デラックス手裏剣陣を紹介します。手裏剣戦隊ニンニンジャーの合体ロボット、このね、鳴るって書いてあるのね、ロボットでなかなか音が出るのはすごいんじゃないですか。これそれぞれもね、お供人手裏剣とかがね書いてあります、ついてくるのが。まあとりあえずね、開けてみたいと思います。オープン。よいしょー。わー、いっぱい入ってる。今ならついてくるみたいなのがねあるみたいですね。さらに3種、黄白桃のブレードが付属。ここですね、この赤いこの周りの部分。なるほど、これが黄色とピンクと今回白がついてきました。よいしょ。おお、完全に乗り物感がすごい。おお、もうこの状態で入っておりました。かわいい、これ人っぽい。これなんかさ、予告であのシュタタタタタタって走るやつじゃないの。お供人手裏剣のコアって書いてあります。もう元のね部分、これも、あ、で全体ちょっと引いてみようかな。よいしょ。で、お、お供人手裏剣ってなった今。これお、あ、え、忍び丸って言った。ドラゴン丸。え、ドラゴン丸、ランプ丸、ワン丸、ビュン丸、ビュン丸、お供人手裏剣、忍び丸。これもちょっとそれぞれ完成形があるみたいなのでやってみたいと思います。ここと、おお、ここ頭が動きますよってことで、これでお供人忍び丸完成。足まっすぐにしただけ。ドラゴン丸、これドラゴン丸だって。やっぱドラゴンなんだ。でドラゴンソードをここに、おお、おお、急にぽくなった。お供人ドラゴン丸。うわー。で次がワン丸。ワン丸だ、やっぱり。口を開けることができる。ああ、ほんとだ、ガバッて開いた。ということで、お供人ワン丸完成。ダンプ丸、これだ絶対。これをこっち、おーおーおお、車輪出てきた。前の部分のプロテクター、おお、完成。お供人ダンプ丸。ビュン丸はこれをこうで完成。お供人ビュン丸。電車、なんかちょっとこれパンタっぽいのもあるし、これでまあそれぞれでもね、こうやっていろいろ動かしたり遊ぶことができますと。ここからでは手裏剣陣への合体をねやっていきたいと思います。ビュン丸のここに、あはは、勝ち。おお、よいしょ、おお、よいしょ、おお、ほうほうほう、おお、なんかハンドルみたいなのを今握らせました。こうだ。お、今取り付けただけで音鳴った。そしてボタンを押すとさらに音が鳴る。おお、そしてさらにこれ武器にねなるんですね。ドラゴンソード、おお、おお、忍び丸がこのなんか操縦桿みたいに握ってるのもねすごい可愛いし、さりげなくいます、ここにワンマルちゃん。そしてなんともう一つ、手裏剣陣ドラゴというモードにもねさらに変形させられるみたいなので早速やってみたいと思います。後ろにこういう感じでここに、よいしょ、
つけます。また曲げる。お、体を曲げる。なるほど。あ、座ってる。お、よいしょ。お、ドラゴンソードをつけて、お、組み替えただけで勝手に音も変わる。ボタンを押すと手裏剣人ドラゴン。おー、手裏剣人ドラゴン。また全然後ろかっこいいですね。やっぱ尻尾がね、急になんか生き物感が、動物感が強くなりましたね。後ろもねシンプルですけど、タイヤとかね、ダンプのかっこいい。強そう。すごい。忍び丸、ドラゴ丸、ダンプ丸、ワン丸、ビュン丸。お供人集合。からいっぱい戦うぞ。あ、あれは特急を。これから1年間頑張ってくれよな。ありがとう特急を。1年間お疲れ様。カーン、頑張れよ。これからいっぱい敵を倒すぜ。